それでは皆様、大変長らくお待たせをいたしました。ただいまよりフィギュアスケートモニュメント除幕式を開式いたします。この度日本のフィギュアスケート発祥の地である仙台市の五色沼を国内外の皆様に広く知っていただくとともに、冬季オリンピックのフィギュアスケートで日本初の金メダリストとなった荒川静香さん、羽生結弦選手の偉業をたたえ、モニュメントを設置する運びとなりました。本日はお披露目を兼ねまして、除幕式を執り行わせていただきます。それではここで主催者を代表し、仙台市長奥山恵美子より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様、大変お待たせをいたしました。本当に桜も満開のこの良き日に、荒川静香さん、そして羽生結弦さん、大変お忙しいお二人を仙台にお招きをして、そしてフィギュアスケートモニュメントの除幕を行うということになりました。本当に大勢の市民の皆様にもおいでいただいたことを心から嬉しく感謝申し上げる次第でございます。今もすでに司会の方からお話がございました通り、お二人がトリノオリンピック、そしてまたソチオリンピックにおいて素晴らしいフィギュアスケートの日本で初めての金メダルを取られたということは、本当にフィギュアスケート発祥の地と我々自慢をしております仙台市民にとっても大変誇らしい出来事でございました。そして多くの関係者の皆様、特にスケートを愛好し、そしてまたスケートが盛んになるようにということでご支援をいただいてきた関係の皆様も、なんとかこのお二人の素晴らしいこのご功績を形にして残したい、そしてまた多くのこの仙台においでになる方に、できれば発祥の地である五色沼にも足を運んでほしい、何かそうした四姿となるモニュメントは作れないだろうかという声が上がりまして、関係の皆様とご相談をした結果、今日ここに除幕させていただくものの運びとなったということでございます。荒川さんのあの素晴らしい優美なイナバウアーであるとか、また羽生結弦さんのあの力強いジャンプであるとか、皆さんもまだまぶたに焼き付いていることというふうに思います。これから仙台においでになる多くの皆さんがこのモニュメントをご覧いただいて、お二人の素晴らしい演技を忍び、そしてまたこれからもさらに未来に向けて、多くの今もスケートをやってらっしゃる子どもたちの皆さんも羽ばたいていただけるように、そんな願いを込めてお披露目をしていきたいと思います。今日に至るまでお力をいただきました関係の皆様に心から感謝をし、そしてまた何よりもお忙しい中おいでをくださったお二人にも心から感謝を申し上げて挨拶とさせていただきます。本日はご出席本当にありがとうございます。奥山市長のご挨拶でございました。では続きまして、ご来賓を代表いたしまして、仙台市議会議長岡部浩二様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。岡部様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました仙台市の議長を仰せつかっております岡部と申しまして、たくさんの皆さん方、特にあの多くの市会議員の皆さんと一緒にお伺いいたしました。代表して失礼をいたすものであります。フィギュアスケートモニュメントの除幕式にあたり、一言お祝いの言葉を申し上げます。共同代表し、フィギュアスケート界において世界にその名を馳せた荒川静香選手、羽生結弦選手、お二人の偉業をたたえるモニュメントが日本フィギュア発祥の地と称されるこの仙台の町に誕生することは大変嬉しく、また誇りに思うところでございます。トリノオリンピックにおいてアジア選手として五輪フィギュア史上初の金メダルを獲得された荒川選手の華麗な演技、そしてソチオリンピックや先日の世界選手権における劇的な大逆転勝利を果たされた、優勝を果たされた羽生選手の勇姿は強く脳裏に焼き付き、今も鮮明に記憶が
蘇ってきます。本日設置されたモニュメントがそのような感動や喜びを末永く象徴するものとなり、フィギュアスケートを愛する多くの方々にフィギュア誕生の地である仙台の町へと足を運んでいただくきっかけになればと大いに期待しているところでございます。モニュメントの設置が今後のフィギュアスケートのその拡大と関係の皆様方のさらなるご活躍へとつながることを記念いたしまして、私からのお祝いの言葉といたします。平成29年4月16日仙台市議会議長岡部氏、おめでとうございます。岡部様、ありがとうございました。それではこれより序幕にご協力いただきます方々のお名前をお呼びいたします。お名前を呼ばれました方は前の方へお進みください。仙台市長奥山恵美子、仙台市議会議長岡部浩二様、プロフィギュアスケーター荒川静香様、フィギュアスケート羽生結弦選手、そして本日荒川さん、羽生選手を目指し日々フィギュアスケートを頑張っている子どもたちを代表いただきまして、2名の方にも序幕のお手伝いをいただきます。宮城フィギュアスケートクラブ赤間天翔さん、宮城フィギュアスケートクラブ藤崎すずさん、以上6名の皆様にモニュメントの序幕を行っていただきます。さて序幕の前にここで記念撮影がございます。皆様は紐をお持ちいただき、そのままポーズをお取りいただきましてお待ちいただきます。それでは記録報道関係者の皆様、写真撮影をお願いいたします。なおフォトセッションは序幕後に行います。さて今日のこの良き日、晴天にも恵まれました。この序幕式には多くの報道関係の皆様もお見えでございます。皆様では笑顔でご参加いただいておりますでしょうか。さてこの後多くの皆様の期待を乗せ、いよいよ序幕となります。報道関係の皆様、お取りいただきましたでしょうか。序幕の前の写真撮影でございました。皆様ありがとうございます。ではいよいよ序幕に移らせていただきます。この後私がどうぞと申し上げます。そのどうぞの掛け声を合図に紐をお引きいただきます。皆様のご準備はよろしいでしょうか。フィギュアスケートモニュメント序幕です。それではどうぞ。
ーレとともにフィギュアスケートモニュメントがお披露目となりました。今一度皆様どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。フィギュアスケート発祥の地五色沼、その原点を有する仙台市から2人の金メダリストが誕生いたしました。このモニュメントはその瞬間の強くも繊細で凛とした選手の姿をシンプルなガラスで表現しております。セレモニー終了後、皆様も間近でご覧いただくことができますので楽しみにしていてください。それではここでモニュメントのモデルとなっておりますお二方からお話をお伺いできればと存じます。では初めに荒川さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、荒川静香です。本日はこのような立派なモニュメントを設置する、そしてその機会に お天気もよく桜もきれいに咲いた中でこうして除幕式に参加することができて非常に光栄に思います。ここ五色沼でフィギュアスケートが発祥の地ということで、その発祥の地を記念して建てられました像の、その記念する日にも立ち会わせていただいたということで、その後にこのようなモニュメントを建てていただける日が来るなんていうのは本当に想像もしなかったことでした。長年選手を続けてきて、そして今ではプロとして氷の上に立っているんですけれども、多くのフィギュアスケーターが仙台から育った中に羽生選手がまたすごい今活躍をされているということで、その活躍を本当に応援することがフィギュアスケート界にとって、私自身にとっても本当にすごく幸せな機会になっていると思います。でここにいらっしゃいます今を頑張っているフィギュアスケーターにとっても本当に希望の光だと思いますので、今後もこの仙台からフィギュアスケート選手として活躍する選手がたくさん育っていってくれることを願っております。本日はこのような素晴らしいモニュメントを立てていただきまして、本当にどうもありがとうございました。荒川さん、ありがとうございました。では続きまして、羽生選手、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは、羽生結弦です。本日はこのような場に参加させていただき本当にありがとうございます。僕らフィギュアスケートの競技というのはいつまでもずっと続けられることができるものではありません。やはり技術的な問題もあり、体力的な問題もあり、いつかは引退という言葉が来るかと思います。ただこういったモニュメントであったり、そして僕たちの演技だったり、先ほど演奏していただいた音楽であったり、そういった記録というものはいつまでも後世に残って、そして歴史として語り継がれるものだなということを改めてこの場にいて感じました。本当にオリンピックの金メダルというのは、競技人生の中では最高峰とも言えるものかもしれませんが、まだまだ僕にとっては通過点であり、そしてこのモニュメントを見ている方々、スケーター、そういった人たちがこのモニュメントを見ることによって、また新たな金メダリストがこの仙台から生まれることを心から願っています。本日は本当にありがとうございました。羽生選手、ありがとうございました。それでは続きまして、報道関係者向けの記録撮影に移らせていただきます。前方にはスチール撮影、そして後方はムービー撮影とさせていただきますので、どうぞご協力をお願いいたします。スチール撮影の報道関係の皆様、こちらのラインのところ、こちらの方から撮影をいただきますようお願いをいたします。前方がスチール撮影、そして後方はムービー撮影となっております。
さて、ただいまは報道関係者向けの記録撮影のお時間でございます。除幕者の皆様は正面をお向きいただきまして、撮影にご参加いただいております。では恐れ入ります。皆様から向かいまして、まずは右手側の方にいらっしゃいますカメラの方に向きを変えていただきまして、撮影させていただきます。ありがとうございます。続きましては左手側にいらっしゃるカメラの方に向きをお変えいただきましてお願いいたします。ありがとうございます。では正面のカメラにもお願いしたいと存じます。皆様ありがとうございます。お取りいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。ではこの後は荒川さんと羽生選手お二方での撮影となりますので、奥山市長岡部様、赤間さんと藤崎さんはお席の方に一旦お願いいたします。ではここからは荒川さんと羽生選手、ツーショットでのお写真撮影とさせていただきます。報道関係者の皆様どうぞよろしくお願いいたします。では恐れ入ります。それではお二方から向かって、右手のカメラマンの方に目線をお願いいたします。ありがとうございます。続きましては左手側のカメラマンにポーズをお取りいただきます。ありがとうございます。では最後に正面のカメラに向かってポーズをお取りください。それでは以上で報道関係者向けの記録撮影を終了といたします。荒川さん、羽生選手どうもありがとうございました。報道関係の皆様もありがとうございます。それではこれをもちましてフィギュアスケートモニュメント除幕式の一切を終了とさせていただきます。皆様最後までお付き合いをいただきまして、本日は誠にありがとうございました。ご参列をいただきました皆様にご案内を申し上げます。この後14時30分より
国際センター大ホールにおきまして、フィギュアスケートモニュメント設置記念イベントを開催いたします。記念イベントにご参加の皆様は控え室また会場へのご移動をお願いいたします。ではどうぞお進みくださいませ。さあそしてこの後は